クリスティーナ・ドイテコムは、オランダのソプラノ歌手、アムステルダムに、スティチェ・エンゲルとして生まれる。5歳の頃から舞台に出演し、10代の頃から、地元の指揮者のヤン・スミットの下で音楽を学びながら、キャバレーグループに混じって、歌を歌っていた。1952年に、ヤープ・ドイテコムと結婚し、アムステルダム音楽院のコビー・リーメル・スマト・フェリックス、副科の下で声楽を学んだ。 1963年にアムステルダム私立劇場で、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの魔キで夜の女王役を歌ってデビューし、以後彼女の当たり役となった。1985年にビルバオでヘスウス・グリーディのアマーヤの上演に参加中に、心臓発作を起こして歌手活動から引退し、ハーク王立音楽院で更進の指導に当たった。2004年に、 脳卒中で倒れてからは教育活動からも退りた。アムステルダムにて没。ファーストネームの綴りについては、クリスティーナやクリスティーヌ、クリスティーンが使われることもある。bach-can-tatas.com、クリスティーナドイテコムディスコグスハット、クリスティーナドイテコムアビチュアリー。ザテレグラフ、オリジナルの2017年11月16日時点におけるアーカイブ。 http://www.peep.as/.d58446552017 年11月16日閲覧。エクトコニュート、バンクリスティなどイテコムオーバーレデン。ザテレグラフ、オリジナルの2017年11月16日時点におけるアーカイブ。 http://www.peep.as22424ed02017 <ッ>年11月16日閲覧。ありがとうございます。